さん、もともと行きましょうか。参りましょう。どうですか、近頃は。何、とにかく我々も、初舞台壇上に現れた異常というものは、なるほど、あたかも軍人が戦地に臨んだと同じであります。そうそう、もっと設備、君と僕とはここに協力一致のもとに、奮闘努力をなして、二つ手のちに初めて進んで、これすなわち、どないもしょうへんな。でも言い方やな。さあ、そうやってね。一つ漫才ですね。これやったらよろしいな。漫才は、まあ、歌がよいな。なるほど、歌。歌は陽気なもんです。なるほど。どうですか、一つ、ラージステッキというのを言いなよ。ラージステッキって何でやる？英語です。聞きませんね、そんな英語は。日本語に翻訳すれば、これはすなわち、大勢です。大勢がラージステッキの？はい、わかる。大勢じゃありませんか。はい。あら、大津の出だし。あ、そうか。大津あんたこういう名詞出してないじゃん。あはぁ。めちゃくちゃいな。まあ、とにかくその歌を行きましょう。まあ、行きましょう。さあ、やってくれ。あはぁ。あぁ、これは、これは。はい。ああ。あんたと私は、この晩たまよ、と広く中にて内縁もとり、と一時中にて泣きすめて16で歌い持ちさんは20でこの子が出てきて5630580でまた腹出て行くとはそりゃ無理じゃ、いかにか男の癖だとて情けなや、元の勇気に帰ってきた赤い風まだのうちなだどこへはなんとも嫁に来るわいな